こんにちは、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは皆さん。あれ、鏡どこやったっけ。うん、あった。予備校行くね、頑張れ。こんにちは。来たよ、こんにちは。こんにちは。メールで言ってた歌なんだっけな。メールで言ってた歌、なんだっけな、何って。ああ、今日送ったやつか。あれはあれですよ、素敵な日曜日っていうやつですよ。あの芦田愛菜ちゃんのキュッ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 っていう歌。キュキュ、あ、今日は一回配信です。キュ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 ってやつ。キュキュキュのキューってやつ。え、知りませんか。素敵な日曜日知ってますか。サンサンとってやつ。お日様笑顔日曜日ってやつだよ。つよしーさん、かわいい、ありがとうございます。 TikTok めっちゃ見ますよ、もう毎日日々その TikTok でスマホを開いてる時間は。知ってるような知らない、知らない人もいるんだ。そうなんだ。みんな知ってるかと思ってた。手をつないで。かわいい、ありがとう。あー、それを歌ってる動画はないんですよ。いっぱい歌ってたんですけどね。音源のフリー、素敵なみたいなところだけね、今でも覚えてる。その時は結構覚えてたよ。もう結構ね忘れちゃってるけど、こんにちは。
今日も可愛いね、ありがとう。家TikTok されたら TikTok いいですよ。踊ってみた。幼きれい、嘘、それ幼くなくない顔。それ幼くない気がするよ顔。年齢よりもね上に見られることが多いんですよ。かっこいいじゃん。間違えて今パッて上を見たら、ありがとうございます、すき焼きありがとうございます。すき焼きお礼、すき焼きお礼、また次回までに帰ってきた来る。今の方がいいかな、どっちがいいかな、今の方がいいか。サラピの配信見ました、お礼タワー。あ、そう、なんか、あ、ありがとうございます、かっこゆうちゃんさん、ありがとうございます。なんかサラピの配信も見たんだけど、なんか書いてたのに出してなかったんですよ、出し忘れてた。かっこゆうちゃんありがとうございますどうしよう。そう、今さパッて顔を上げたらさ、おっきいのが画角内にあって、ありがとう。森地5213ハートありがとうございます。いやどうしよう、今すっぴんだから、いやちょっと待って、やっぱり明日配信するので、ごめんなさい、暇な時ってちょっと頑張ってこれよりも可愛い絵を描くので楽しみにしててください。これもすき焼きの絵なんですけど、これよりもちょっと成長させて文章も頑張ります。ありがとうございます、待っててください。ちょっと今すっぴんだからな、なんかちょっと、次はこれを使ってやっていきたいと思います。あ、なんか急に YouTuber 風になってた。早くると昼間寝てた。ううん、そんなことないよ、早く起きて、OK、もう早くは起きてないか。めっちゃ YouTuber になってた。サラピの、なんかタワーのお礼をね忘れてたんですよ、サラピが。おはようグルト。四国公演の実況はツイッターでしてください。ツイッターで盛り上げましょう、ハッシュタグ四国なんだったっけ、なんとかツアーみたいな。サトシンさん GG ありがとうございます。そう、サラチャンネルです。こちらはこの前はいって、あ、これ説教じゃないですよ、ツイッターでやった方が盛り上がるかなって思って、なので本当にごめんなさいね。
そういう感じじゃないですよ。こちらはですね、あれです、東京で買いましたこの前。イエーイ。なんかね、東京に韓国の韓国のなんだっけな、なんかそういうこういう美容系のものを売ってるお店があって買いました。どうしよう、下が。そうですね、これは。ポスターさん、ハートありがとうございます。どこ、渋谷で買いました。イエーイ。先端がね、キラキラしててラメが入ってるんですよ。先端ってか、この芯に。ポスターさん、ハートありがとうございます。シティガール、シティホームへいらっしゃいみたいな CM ないですか。シティホームへいらっしゃいみたいな、なんか思い出した今。リッキーさん、レインボースターありがとうございます。こんにちは。あ、ごめんなさい、音がうるさくて。すみません。前の推しが福娘ってなんだ。福娘選ばれて神社である。へえ、歌唱力優勝祈願してく、ありがとうございます。へえ、嬉しい、会えるんですね、それはいいことですね、嬉しい。私自分であんまり神社とか行かないので嬉しいです、ファンの方に。お
はよう、おはよう。え、福娘って何ですか？誰だろう、あれかな、前の推しはマリリンさんとかかな。おはよう、こんにちは。そう、誰かといたい大好きなんですよ。楽しくなります。嬉しい、ありがとうございます。こんにちは。おはよう、おはよう。初詣も、初詣あんま行かないかな。初詣あんま行かない。お正月だよね、初詣って言ったら。お正月は何してるかな。お正月ってみんな何してますか？何してるだろうね。ハワイって、コロナになる前はそうでしたね。なんか、ハワイとかグアムとか暑い県ところに行ってました。そうか、だから全く記憶がないのか、お正月の旅行に行ってたんだ。あ、ハワイとかグアムじゃなくても普通に東京とかも行った。クリスマスの時に行きました。この前送ったやつなんですけど。初詣からのゴロゴロ、そんな感じか。サラはなんか、最後に行ったのは STU に入って1回目の冬なんですけど、その時はカウントダウンの花火を見に行きました。それで、でも STU に入った時だったから、1通目何にしようって言ってめっちゃ悩みながらショッピングセンターでメール書いたんですよ。あ、なんか話変わっちゃうんですけど、あのその頃のメールを、そう、無断でネットに上げられてるんですよ。無断掲載されてて、無断掲載というかダメですよ。分かりましたか？いや、有料会員しか見れないものなのに買ってる人たちに悪いですから。あげる人がいるんですよ。で、その写真はすごい前のだったから、いや、しかもなんか1枚とかじゃなくて、それで、でもなんか他のメンバーもめっちゃあげられてて、ほぼ全員ぐらい。ダメですよ、やめてくださいね。それでなんかめっちゃ前のだったから、それを見つけて、あ、自分でもこんなの送ったんだって思ったような。もうその元の画像は
もう私はもう iPhone にあの携帯にもうなくて消してるからダメですよ。乗せないでくださいね。どうなんだろうね、違う人が乗せてるんじゃないか。保存し直してないですね。まあいいかって思って。でもなんか昔の自分のあげた写真なんかあれでした。なんかちょっと今と趣味が違うなって思いました。ホスターさんハートありがとうございます。サラと何々系分かりました。何々ステーキ弁当食べた、なんだろう、何ステーキ弁当かな。こんにちは。まあいいか、こんくらいついて。やっぱ JK になるとかあるの。なんか写真の自分のなんだろう、好きな表情の趣味がちょっと変わりました。なんか昔のを見たら、え、なんでこの表情のやつをあげたんだって思うんだよね。めっちゃ変わった。そうですよ、今日は頑張ります。ね、なんかでもルーズソックスが流行ってること知らなくて、なんか配信で聞いてから知ったんですよ。みんなの方が流行りに詳しいですよ。私全然あれですよ、流行りに詳しい感じじゃないです。茶色の服？そうなんだ、へえ。私は私はあれですね、茶色の服とかはあんまり持ってなくて。へえ、そうなんだ。ルーズでもなんかお母さんに聞いたら違うわって言われた。なんかそれはもっと前だしみたいな言われたよ。何年前なんだろう、違ったらしいよ。履いたことないって言ってたよ。こんにちは、こんにちは。靴下大好きです。やめましょう、そういうのは。そういうのは公言するのは良くないですね。胸の内に秘めときましょう、自分の趣味は。ルーズソックって何年前に、
ルーズソック？ルーズソックスって何年前に流行ったんですか？ああ、90年代？そういうことか。ああね、90年代かなら分かんない。確かにお母さんは入ってないかもしれないね。こんにちは。まあお母さんは何年代か言わないですけど、お母さんはいや、お母さんは何年代だろう。なんて言ったらいいの。あ、でも STU の2期生のメンバーが、あ、これなんか映っちゃいそう。メンバーの年の時は、誰かの年の時は STU の1期生メンバー、もうサラは生まれてたかも。生まれてた。言いません。言ったら言えるじゃん。12の倍数だから。ヒントはっていうか、それそこまでしか言えません。意味分かったか分かんないけど、STU のメンバーの年にはか、どうしようかな。いや、今の年は予想しなくていいですよ。平方根で言うってどういうこと？平方根でとかやばいでしょ。じゃあお母さんの年齢の最小、お母さんの年齢の最小公約数だっけ。待ってね、最小公約数なら教えてあげてもいいよ。だって絶対全部絶対わかんないもん。最小公約数教えても、最小公約数であってるか、最小公約数教えても絶対当てるもん。面白い。いや、分かっちゃうかな。いや、最小公約数のあれですよ。まあ分からない、あれで。分からない。最小公約数は1ですよ、1。最大公約数だっけ、最小公倍数なんだっけ。最小公約数ってあるっけ。最大公約数教えません。最大公約数ってその年じゃん。だって教えないわ。最小公約数は1ですよ、絶対。どの数字も絶対1ですよ。5択、無理教えないですよ、教えない。最大公約数を聞かれるとバレちゃうんですよ、もうその数になっちゃうので。
でも沖さんのお母さんめっちゃ若いですよね。沖さんのお母さん何歳だっけな。あ、そこはバラす、え、多分公表してますよ。